こんにちは、トガヤシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。ここは沖縄県の南城市におります。で今日はここでですね、お昼ご飯を食べたいと思います。なんかタイ料理とかが食べられる感じでして、で景色がすごいいいところなんですね。で過去にも何回か来たことあるんですけど、私がこうして YouTube をやり始めてきたのは今回が初めてですので、ここに行きたいと思います。昔は本当来たことあったけど、でももう YouTube やる前だからね、どんぐらいだったかな、もう10年近く前とかに来たんじゃないかな。じゃあ久しぶりに行ってみたいと思います。しかし暑い。これはスープ付きです。今回は沖縄県南城市にありますカフェくるくまさんで食べた時の動画です。10時から20時まで、19時から。何料理なんでしょうか。タイ料理、久しぶりに来るな。大量ですね。はい、ということでカフェくるくまさんに来ました。何回かね来たことあるんですけども、まだ YouTube を撮ったりしてない時期だったと思うんですよね。そうなんで、こうして改めて動画を撮りながら来るのは今回が初めてです。でもなんか前の記憶ですごい、タイ料理がおしゃれに綺麗なところで食べれるって感じで覚えてますね。それではお店の中に行ってみましょう。今回の席はこことは別棟の席でしたので、お店の中を通り過ぎまして席に向かっていきたいと思います。カフェくるくまさんのテラスからはこれだけ綺麗な知念の海を見ることができます。知念は今では南城市になっておりますが、2006年までは知念村だったので、今でも知念村で馴染みのある方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。メニューはこういった感じになっておりまして、タイ料理系の食べ物がたくさんありました。トムヤン君ですとか、タイ風のカレー、それからガパオなどもあったような気がします。今回はコテコテのタイ料理というよりは、トントロの焼いたものと空心菜の炒め物が一緒に丼になっているものを注文しました。今回の席はカウンター席でしたので、すぐ目の前に綺麗な海を見ることができます。はい、ありがとうございます。ご注文はいただきますか。注文した料理が来ました。画面に映るように手前に寄せまして、それでは写真を撮っていきましょう。こういった感じの料理です。スープ付きでして、冬瓜の入ったスープでした。こちら左側がトントロ、右側が空心菜の炒め物です。タイに行くと必ずと言っていいほど食べるこの空心菜の炒め物、こちらとトントロ、お肉が大好きな私にはちょうどいい料理がありました。それでは食後から飲んでいきましょう。冬瓜が入っておりまして、この冬瓜も美味しかったです。空心菜、ニンニクも入ってていいですね。画面に映るようにちょっと角度をつけてみましょう。こうして見ていただければと思うんですが、トントロもかなり入ってますし、この空心菜の炒め物もちょっと入ってるとかではなくて、すごいたくさん入ってました。で画面に映るのはどっち向きにした方がいいのかなということで、丼を回しましてトントロ食べていきたいと思います。トントロもやっぱりお肉大好きな私にすると食べ応えがあって美味しかったです。景色が綺麗とかそういうことだけじゃなくて、この値段の割にこのボリューム、これもね、いいとこだと思います。でもいくら1150円のこのボリュームだからね、全部いっぺんに。続きまして、せっかく丼になっておりますので全部いっぺんに食べていきましょう。お箸を置きまして、スプーンを取って、このスプーンの上にトントロと空心菜とご飯すべてを置きまして食べていきたいと思います。で唐辛子ついてるだけで、やっぱ赤い唐辛子。今回は店内のカウンター席で食べておりますが、この外にも席があったので、季節によってはこちらでも食べることができるのかもしれません。今回は7月の上旬ということで、かなり暑くなっておりましたので、外で食べている人はいませんでした。ガラス1枚ですぐ中に席があります。それではこの後はどんどん食べていきたいと思います。空心菜とご飯を食べて、続きましてトントロとご飯を食べると、こういった料理でございます。
丼はどちらを向けるべきなのかということを相変わらず考えておりますが、この後はガツガツと食べていきたいと思います。グッドポーズ。ご飯がよく合います。でこの空心菜の炒めたこの汁といいますかタレみたいのがこのご飯に染み込んでいて、それがまた美味しかったです。で本当にこのご飯にそのタレが染み込んでるのがまた本当にねこの進んじゃうんですよね、バク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 と。で冬瓜を食べてスープを飲んでいきましょう。ちょっと料理の割にスープが先に進みすぎちゃいましたが、この辺は何卒ご容赦いただいて、この後はただただ食べていくということになります。やっぱりね、丼系の料理だと YouTube にするのは結果、これは豚頭と空心菜1品ずつ乗ってるので、まあ2品乗ってるような感じなんですが、唐辛子大好きなんで、まあ、はい、唐辛子すごいですね。その前に赤い唐辛子を食べまして、この後食べ続けるということなんですが、結果2品だけだとなかなか洋画にするのは大変だなと思いながら最後は食べ終わりました。美味しかったし、景色が綺麗なだけじゃなくてボリュームがすごいある料理で良かったです。グッドポーズ。はい、ということで行ってきました。で食べてきました。タイ料理がね、いろいろあるようでして、タイのグリーンカレーですとか、あとはそうだね、まあ沖縄っぽいものといえばステーキとかがちょっとあったかなという感じなんですけども、基本的にはタイ料理ですね。で今回は空心菜、私空心菜結構好きなんで、空心菜とあとトントロがセットっていうかね、それが一緒になって、どんぐらいになってるものとか、いやー美味しかったですね。でなんといってもね、景色がいい。で景色がいいだけなのかなと思ったら、そんなことはない。料理も美味しいし、美味しいだけじゃなくてすごいボリュームもあるから、なんかねお得感があるなって感じです。まあ、旅行中は、ね、結構ね、いろんな種類のものを食べたいかなっていう方にはちょっと多すぎちゃうかなおすすめありますけども、それでもまあまあこれだけ食べれるといいんじゃないでしょうか。ということでですね、沖縄年に何回かもそうですね、用事があれば来てますけど、南の方ってあまり行かないんですよね。でも初めて来た方はぜひ南の方行ってほしいんです。例えば日本で唯一地上戦が行われた場所は沖縄県だし、その南の方にはその姫路の塔だとか、いろいろそういうふうに歴史的な、過去もありますんで、まあ、歴史的な過去ってあれけど、歴史的な過去のあるそのなんだ姫路の塔とかさ、そういうところとかもありますんで、ぜひ見ていただけるとね、沖縄が好きな私からすると、綺麗な部分だとか観光的な部分だけじゃなく、そういう現実的なものもあるなっていうところもね、見ていただけると思います。でそのね南の方ですよね、南の方にはこうしてクルクマとかね、景色のいいカフェもありますんで、そういうところで食べたらいいんじゃないでしょうか。じゃあこれで終わりたいと思います。あとさ、こちらでは壺も売ってるようです。この壺の大きさがどのくらいかというのを分かりやすくするために、ちょっと私のリュックをですねここに置いてみましょう。リュックをここに置くとこんな感じですね。これで壺の大きさが分かるんじゃないでしょうか。はい、こんな大きな壺が売ってます。1万円だそうです。この1万円もね、なんと3万円のが1万円で売ってるという、いいですね、素晴らしいですね。3分の1のところです。だいたい 73% オフって感じですね。こちらも1万5000円が5000円。これどうやって持って帰ろうかな、もう買った場合。